にちは、とづけのしゅうです。今回はスーパーゴッドウェストガチャ無料100年引いていこうかなと思います。私ね、実はね、これ朝4時になる前からずっと待機してたんだよね。で、引いてすごいなんか話題になったね。ツイッターのトレンドとか1位とか2位になってたんだよね。1位フェスゲン、2位パズドラとか、ただオアドラとかいうのも結構8位とかに入ったね。で、なんでかって考えた時に、これタイトルがスーパーゴッドウェストなんだよ。で、今私この左画面に出してるのが去年2019年4月かな、だからちょうど1年前ぐらいのスーパーゴッドウェストなんだよね。で、今回のね、この無料分真ん中にある画面のスーパーゴッドウェストって、まあ名前はスーパーなんだけど、まあ普通のゴッドウェストぐらいなんだよね、確率。まあただで100年引かせてもらうのすげえありがたいから、ありがたいんだけど、多分スーパーゴッドウェストっていうすごい高いハードルをやっちゃったから、この左の石使う分のそのスーパーゴッドウェストをイメージしてた人が多かったのかなっていうので、だからちょっとなんかその期待よりなんかあんま出なくて、そのオアドラっていうのが多分入ってたんだろうね。だからこれスーパーゴッドウェストじゃなくて、普通にゴッドウェスト無料100年とかにしてたら別にそこまで荒れてなかったのかなっていう感じあるけど、だからちょっと捉える人にはタイトル詐欺みたいな、 YouTube のサムネ詐欺みたいな感じになっちゃってた人いたんじゃないかなと思う。例えばサメを池に逃がしたり、ヤバすぎた、何がヤバいのみたいな、そういう感じになってたんじゃないかな。ただ私これ見て、左の画面1年前なんだけど、1年経って21しかランク上がってないね。これはどういうことなんだろう。私やる気がなかったのか、ランク上げをしていなかったのか、いや、まあ正直どっちももしかしたらあるのかもしれないけど、全然ランク上がってないね。私この100年ガチャどうだったかっていうと、普通に面白かったね。なんか新鮮、なんか新要素として普通に面白かったね。面白かったし、その復帰する人にもなんかすごい話題とかにもなったし、良かったんじゃないかなと思う。だからこういうのね、増やしてほしい気持ちもあるね。こういうなんかワクワクするようなやつ、あんまり増やしすぎると、なんか今回の潜在覚醒の無効貫通玉ドラとか、なんかそういう新しい要素を増やしすぎても、なんかさ、復帰した人がなんかもうややこしくて分かんなくなるみたいので、難しいよね。新しい要素は欲しいんだけど、なんか余計ごちゃごちゃしたらなんかあれになるなっていうのもあるし、ただ新要素として普通に面白かったね。やっぱ新しい要素って、まあなんか言ったけど面白いよね。ランダンとかも私最初らへん来た時すごい面白かったもんね。うわ、新しいなんか来たみたいな。ただ今のランダンだと結局二色人打つか、まあ一コンボ牌、基本なんかその2つに大きく偏らない。それかなんか固定牌とか別にあるけど、基本なんか出る敵は変わっても、まあやることランダン同じじゃない、最近。だからそういうなんかマンネリ化じゃないけど、なんかそういうの多いなって私思ってたから、まあ、こういうなんか一つの新要素として面白いなっていう感じだった。で、私フェスゲンこれ最後の10連なんだけど、ファスカ1体だけなんじゃないかな多分。終わります、バイバイ。